どうもこんにちは、T1 スタイルズです。今回は以前お話ししました、ブーラスクインペイ特化構成の強みを、改めてわかりやすく、実例を交えながら、紹介していきたいと思います。まずはブーラスクの隠蔽と視界を特化させると、どれぐらいの隠蔽、視認範囲があるのかをご紹介していきます。今回は2つの構成を用意させていただきました。まずはじめ、野戦回収2限的回収案レベル5、無反射全消灯を入れて、隠蔽率を 3% 底上げし、高性能換気装置、高周消音排気システム、試作型高視認性レンズ、ディレクティブの光学機器の調整、レーションの濃いコーヒーを乗せた状態です。もちろん乗員スキルは、潜入含め、隠蔽率、視認範囲に関わるスキルを習得済みの状態です。後ほど比べるブーラスクの構成では、換気装置を社長用視認性向上装置に変えているため、まずは換気装置をつけた状態がどんな感じかを見ていただければと。で、この状態でのブーラスクの隠蔽性、視認性の数値がこんな感じ。静止時隠蔽率 53.41、移動時隠蔽 43.87。視認範囲は525メーターになります。すでにこれ、波の軽戦車よりも高い視認範囲、静止時隠蔽率ですよね。なんなら移動時隠蔽ですら波の軽戦車を超えています。ちなみに今回はブーラスクの仮想敵として、こんな構成のケアテンライトタンク、マンティコアを用意し、性能を調べていきます。この時点ですでにブーラスクの静止時隠蔽と視認範囲が、マンティコアに匹敵することがわかりますね。ディレクティブや換気装置を積んでいるかどうかの差はありますが、どちらの数値もマンティコアを上回っていますね。で、今回の検証では、あえてマンティコアには、社長用視認性向上装置を積んでいない状態で検証していきます。これは後ほど社長用視認性向上装置の効力を感じてもらいたいため、今回は下ろしてきています。では早速検証していきましょう。まずは茂みのないのっぱらで静止しているブーラスクに、マンティコアが接近してきた場合の発見距離ってどんなものかという検証です。先ほどご覧の数値を見ての通り、今回のマンティコアの方が隠蔽、視認範囲が短いので、マンティコアが先に見つかります。今回の検証では発見距離が重要になってくるので、距離の話をしているときは、こちらの数値をご覧ください。隠蔽率 50.21 のマンティコアが、視認範囲525メーターのブーラスクに発見される距離は、282メーターになります。だけどこの時点では、まだブーラスクは発見されていません。茂みなしの距離でこれだけ近寄られてもバレない。静止時隠蔽とはいえ恐ろしいですよね。で、静止中のブーラスクがマンティコアに見つかる距離は264メーターになります。この距離までバレないだけでも、すでにブーラスクの隠蔽特化構成の強みを感じていただけるのではないでしょうか。ちなみに今回の発見距離はすべて、大雑把な数値ではなく、丁寧に測った上での数値になります。265メーターだとブーラスクを見失い、264メーターでブーラスクは見つかります。続いて移動中のブーラスクの隠蔽率について。現在の構成では、移動時の隠蔽は 43.87。これが視認範囲511メーターの敵に、どれぐらいの距離で発見されるかをご覧いただきましょう。軽戦車とは異なり、移動中に隠蔽率が低下してしまうのが中戦車であり、ブーラスクです。実質静止時隠蔽よりも、移動時隠蔽率の数値の方が、実戦において気になるところですよね。この発見距離についても、1メーター1メーター、丁寧に測量しました。結果、511メーターの車両から、隠蔽率 43.87% のブーラスクが見つかる距離は、308メーターということがわかりました。これすごいですよね。視認範囲が511メーターなんて、よほど視認範囲を強化していないと届かない数値ですよ。この距離まで動いていてもバレないブーラスク、恐ろしいですよね。ではこれだけ移動時隠蔽率を高めて、一体何ができるのかと言いますと、少し実戦での隠蔽率の強みについてご紹介。隠蔽率を高めることは、何も偵察だけに役立つだけではありません。発砲するまでは 43.87% の隠蔽を持って動けるわけです。先ほどのマンティコアほどの視認範囲をもってして発見された距離が308メーターなわけです。けれど500メーターを超える視界を持った敵なんて、そうそう戦場には多くないわけですよ。つまり、撃つまでバレないという強みを活かして、一撃離脱運用をすることが可能になるんですよね。このように、遮蔽物の隣から敵に顔を出し、これだけでは全くバレないと。で、発砲する。
素振り脱出、遮蔽物に隠れて再装填、そして10秒後にはスポットが切れるので、これを繰り返すだけで射撃機会がぐんと増えます。これで私のスポットは切れているので、敵から全く見えていません。非発見な状態なわけです。こんな風に一撃離脱、ブーラスクであれば逃げ切り脱を繰り返すだけでぐんとダメージを取る機会が増えるわけですね。ちなみに今バレすらしませんでしたね。発砲後も静止時であれば 10% の隠蔽率があるため、視界強化していない敵からは撃ってもバレないこともあります。また先ほどご覧いただいたように茂みがなくたって 500m オーバーの視認範囲の敵から 300m を切るまではバレなかったわけなので、茂みのない場所からでも敵を一方的に見つけられる機会が増えます。軽戦車の代わりをこなすことができるわけですね。どこから見つかっているかわからない敵は茂みをブラインドで決め打ちしてくることもありますが、そもそも何もないところに棒立ちしていてもこの距離まで全然見つからないわけです。隠蔽率の暴力というものがここに関係するわけです。加えて視認範囲を上げておくことで敵をいち早く発見できるため、より見つからずに攻撃ができる交戦距離を広く取ることができますよね。実戦においてブーラスクの隠蔽を特化させておくことの強みはお分かりいただけたでしょうか。それでは検証に戻ります。ご存知の通り、戦車は茂みに入ることで隠蔽率を 50% 向上させることができます。つまり茂み内で静止した今のブーラスクであれば隠蔽率は 103% 超え。こうなると視認範囲 511m をもってしても静止中のブーラスクを発見するには強制スポット距離 50m を切らないと発見できません。いや、典型戦車をもってしてこんな近づいても見つけられないとか。これでようやく発見です。起き偵察に特化させた場合、相当近づかれないとバレないわけなので見逃されることも多いでしょうね。そこまで近づかれるまでの間にブーラスクであれば強烈な一撃を加えることができるでしょうし、うまくいけば2発ぶち込むチャンスもあるかもしれませんよね。隠蔽率が相当な武器になります。ただしブーラスクは中戦車、車体を動かしてしまうと隠蔽率は 43% に低下するため、茂み内にいても動いてしまえば隠蔽率は 93% になってしまいます。そうなると、いや、それでも 90m くらいの距離まではバレないわけなのですが、さすがに 77m の距離でバレてしまうため、茂み内を動く際は注意が必要ですね。さて、ここまでは換気装置を搭載したブーラスクでの値をご紹介してまいりました。換気装置は搭乗員全体のスキルを向上してくれる拡張パーツなので、隠蔽率、視認範囲が高められるだけでなく、砲角算、砲精度、装填時間などの火力面も強化でき、全体的なステータスを向上できるのが強みなのですが、実は偵察の仕事や発見距離でのアドバンテージをより取りたいという方は換気装置よりも向いている拡張パーツがあります。それが射程用視認性向上装置になるわけですね。今度はこちらで検証してみます。ちなみに先ほどの高性能換気装置を射程用視認性向上装置に置き換えただけで、他は何も変えていない構成です。ただし野戦回収を進め、視認性強化拡張パーツ枠を開放し、そちらに射程用視認性向上装置を載せているので、ステータスがより向上した状態です。これを組むとどうなるのかと言いますと、読んで字のごとくなのですが、茂みや樹木に隠れた敵戦車の隠蔽率を 20%、 移動中の敵の隠蔽を 12.5% 追加させることができるわけなんですよね。先ほど割愛してしまいましたが、換気装置を積んだ構成でのブーラスクで茂みに隠れた隠蔽率 50% 超えのマンチコアを発見しようとした場合も、強制スポットの 50m までマンチコアを見つけることができません。これは隠蔽率が 100% となってしまった車両はどんなに視認範囲があろうと必ず強制スポット距離 50m までバレないためです。しかし車長視認性向上装置を積んだ場合、マンチコアの隠蔽率が低下します。そのため 77m の距離で発見することができます。わずか 27m しか伸びていないと捉えてしまうと少し物足りなく聞こえるかもしれませんが、隠蔽率 50% を維持している車両も総線上には多くないわけです。
隠蔽率が低い敵車両はもっと手前から、茂みに隠れていても見つけられるため、実用性は非常に高いものになるわけです。それだけでなく、車長用視認性向上装置は、移動中の敵の隠蔽率を下げる効果もあります。茂みに隠れてかつ移動している敵には、どちらの隠蔽低下効果も、重なって発動します。その場合マンティコアほどの隠蔽があっても、100メーターの距離からスポットされてしまうわけです。すごいことですよね。これ、実戦で言うと、茂みに隠れた敵が、15メータールールを適用しようと後退した時にも隠蔽率が下がるわけです。それ以外にも、偵察中にブーラスクが接近してきて、驚いて少しだけ茂みの中を動いた軽戦車なんかの隠蔽も下がるわけなので、実用性が大きいと言えますよね。もちろんこれ、茂みの中の敵を見つけやすくなるというのは、ちょっとしたおまけにすぎません。一番は移動中の敵をいち早く見つけることができる効果の方が、実戦で生きてくる値だと思います。換気装置を積んだブーラスクと、車長用視認性向上装置を積んだブーラスクでは、もちろん換気装置を積んだブーラスクの方が、隠蔽率、視認範囲が高くなっています。その差、視認範囲にして19メーターほどの差ですね。車長視認性向上装置なしの場合の移動中のマンティコアの発見距離は282メートルでしたが、車長視認性向上装置を搭載すると発見距離は304メートルとなります。先ほどの高性の移動中のブーラスクが発見された距離が308メートルでした。それと同じくらいの距離で移動中のマンティコアを見つけられるわけですね。もちろん今回はマンティコアには車長視認性向上装置を搭載していないのでフェアな計測ではありませんが、視認範囲を換気装置で伸ばすよりも車長視認性向上装置の効果の方が敵を発見できる距離が遠くなるのがわかりますよね。続いて換気装置を下ろしてしまった場合、隠蔽率もまた下がってしまうわけです。その差は静止時において 1.32%、一体この 1.32% の差が発見距離でいうと何メートルの違いがあるかと言いますと、先ほど今よりも 1.32% 隠蔽率の高いブーラスクでのマンティコアからの発見距離は264メーターでした。270メーターで発見、その差6メーターほどです。視認範囲511メーターの車両の 1.3% 分の差と考えれば、約6メーターということは、計算からもわかりますが、この6メートルの差をどう考えるかですね。見つかる前に敵を見つけているので、発見という分野においては、やはり車長視認性向上装置の方が優れているとわかります。ただし換気装置を採用しない分、見つかる距離が4メーター短くなり、装填時間は落ち、砲回りの性能などもダウンしてしまいます。そこをどう考えて拡張パーツを選ぶかは、好みの問題になってくるのかなと思います。ちなみに、報酬型消音排気システム、無反射電消灯を採用しなかった場合、隠蔽率が今よりも 12% 低下してしまいます。視認範囲511メーターの敵から、隠蔽率 1.32% の差で、6メーターの発見距離の違いがあるわけなので、この 12% の違いが、戦場にどう影響を与えてくるか、想像がつきますよね。この差が隠蔽を特化させるか否かの差です。撃つまで見つからない距離が伸びるアドバンテージと、偵察のしやすさが、自分の運用に合っているかどうかで、拡張パーツ構成の好みは変わってくると思います。これだけ隠蔽と視認性を向上させてしまうと、砲回りの性能や、機動力の性能は、向上させることができません。この場合の一番大きなデメリットとしては、敵をとっさで撃ちたいと思っても、核散地が大きすぎて、弾を当てることが難しくなります。特に、垂直安定装置や、改良型旋回機構を採用できない影響は大きく、移動中、移動直後の狙撃が、とても苦手になります。私はもうこれに慣れてしまったので、気にならなくなりましたがね。垂直安定装置を普段積んでいる方は、この核散地に戸惑うかもしれませんね。また、無反射電消灯は、3% 隠蔽率が向上する反面、後退速度が低下してしまいます。そのため、とっさで後退で退避しようとした場合は、逃げ遅れにつながることもある点が、デメリットになってきます。この点には注意が必要ですね。しかしやはり、
敵の軽戦車を完全に出し抜ける展開も非常に多く、重戦車など隠蔽や視認性の弱い敵からは大きなアドバンテージを取れることが増えるため、私は隠蔽と非可構成を好んで使っています。ちなみに私が使っている構成は、先ほど紹介した射長視認性向上装置を搭載した構成です。ディレクティブは普段ほとんどつけていません。またそれとは別に、完全隠蔽の域内マップを引いてしまった時用に、改良型射撃装置、レンズ被膜、換気装置というバトルメインの拡張パーツ構成も用意し、試合前に切り替えて遊んでいます。野戦回収で拡張パーツ構成を2つセットできるので、皆さんも好みの構成を見つけてみてはいかがでしょうか。最後に射長用視認性向上装置について補足を。マッププロホロッカなどで茂みが連続している地帯なんかがありますよね。今いるこの辺りです。ここで 50% を上回る敵を発見しようとした場合、同じくらいの視認範囲であれば、一見射長用視認性向上装置を持った方が敵を早く見つけられるような気がしますよね。しかし実はこれだけ茂みが連続して重なっていると、お互いの発見距離は強制スポットの 50m まで見つからないんですよね。理由として、先ほど茂みに入ると隠蔽率は 50% 向上すると紹介しました。ですが茂みが相手から連続して重なっていた場合、実は最大 80% も隠蔽率が向上してしまうんですよね。こうなると射長用視認性向上装置程度の隠蔽低下効果では発見距離は変わらなくなってしまうんですよね。慎重に近づいていって、射長用視認性向上装置の力を活かしたくても、今のようなシチュエーションではお互いに 50m を切ってでの強制発見となってしまいます。もちろん隠蔽率が足りない敵を相手にする場合や、場所によっては茂みが途切れている場所もあるので、その場合には射長用視認性向上装置の力が存分に発揮されますね。例えばこういう茂みが1枚ずつで隠れ合っている場合には、射長用視認性向上装置を積んでいる方が相手を一方的に発見できます。また射長用視認性向上装置の茂みや樹木の影の敵車両という対象は、相手が茂みをかぶっている状態のことを指します。そのため自分が茂みをかぶっている、互いの間に茂みが挟んであるような状態では、条件を満たさない点に注意が必要かもしれませんね。いかがでしたでしょうか。大人気のティア8課金中戦車ブーラスク、旋回が遅めだったり、レティクル拡散が大きかったりと、弱点がいろいろある中で、皆様いろいろな拡張パーツを試していることと思いますが、一昔前までであれば、垂直安定装置レンズ被膜、装填棒、ローダーであれば換気装置がデフォルトみたいな、選択肢が少なかった時代でしたが、今やワールドオブタンクスも、多様性の時代なのでね、前々からちょいちょいお話はさせてもらっていたわけですが、今回改めて隠蔽特化な中戦車構成の良さを紹介させていただきました。こういう場面でバレずに敵を引き込んで2発を2枚する運用にも使えますしね。隠蔽を高めていると結構戦術に遊びができてくるので、拡散値や装填時間を多少犠牲にしてでも試してみる価値はあると思います。もちろん軽戦車がいない戦場では軽戦車の代わりを務められますし、軽戦車がいなくなった後の戦場ではだいぶアドバンテージが取れるというのも面白いところです。ただあくまでこれがベストというわけではなく、人によっては機動力が欲しいだとか、やはり拡散値をどうにかしたいだとか、好みはあると思うのでね。一つの構成の提案として、今回は隠蔽特化の強みと、これだけ隠蔽性、視認性があるというのをご紹介させていただきました。ブーラスクほどの隠蔽率はありませんが、他の中戦車においても、隠蔽を特化させる運用で遊んでいたりする私です。クンツェパンサーだとかランスンシーだとかね、主に遠距離火力支援型の中戦車と相性がいいと思います。撃つまでバレない一撃離脱運用とあってますからね。と今回は尺の都合上、この隠蔽特化ブーラスクでの試合をしっかりお見せすることはできませんでしたが、近いうちに試合の動画や他の車両での隠蔽特化運用での試合などを投稿していく予定ですので、またの機会を楽しみにしておいていただけたらと思います。解説系動画が不慣れなもので、拙い説明、見にくい編集などあったかと思いますが、最後までご視聴いただきありがとうございます。励みになりますので、コメント、チャンネル登録等お待ちしております。ではでは皆様、今回はこの辺りで、まったねー。